今日のカードゲームはね、ちょっとこれお正月にやってもらいたいカードゲーム、奈良マホロバカルタ。奈良カルタって結構あるんですよ。このマホロバ以外にもあるんですけど、まあ、今日紹介するのはもうこのマホロバカルタを紹介しようかなと。まあお土産屋さんとかにも意外と置いてないちょっとカルタなんで、まあ今調べた中では近鉄奈良駅の近くの慶林堂さんっていう本屋さんの時に売って本屋さんで売ってたりとか、持ち井戸の商店街の江津屋っていうお土産とか売ってくれてるお店でも売ってくれてたりとか、近鉄の奈良駅のビル、自慢でも紹介した5階のクラブツーリズムのところでも売ってくれてたりとかする。まあ、ただ商品の数がそこまで多くないんで、もしかしたら売ってない可能性もあるんで、お取り寄せするのが一番早いです。これは残念ながら旅行に来た時にちょっと暇やからカルタして遊ぼうっていうのは、この3店舗を回って売ってなかったらちょっとできない、そういうゲームにはなってるんですけど、ただ歴史好きには結構面白いんですよ。例えばね、花の長谷寺舞台作りと上り廊って言ってね、この長谷寺の上り廊がこうぐーっと書いてくれてる。ほんまに意外とね、全部面白いんですよね。これね、ちゃんと僕らも自慢で取り上げました。一年の半分雨の大台ヶ原とかね。ああ、あるある、知ってる知ってるって、これ、この、カルタやったら生とかで考えるじゃないですか。それが意外と僕らやったら、この A ビルだけでわかりますよね。世界最古の木造建築法隆寺とかね。で、勉強にもなるのが、裏にこうやって、例えば法隆寺のことやったらこうやってこう歴史をちゃんと書いてくれてるんですよね、説明書きを。だからお子様にちょっと歴史覚えさせたろうって思ったら、こういう遊びをしながら覚えてもらうのもむちゃくちゃいいかなと。で、お正月ですしね、なんかカルタも雰囲気出るじゃないですかね。これパッと見てわかりますか？これも中将姫ですね。これ知ってましたか？空海さんがお茶を持ってきたみたいなのもちゃんとね入ってるんです。でこれは蘇我氏のお墓と言われてる石舞台ですね。僕らこれもう見るだけでわかります。これはね、ロマンを感じる道、山の上の道でございます。もう絵札をね読まなくても僕らでわかるんですよ。これは霊剣新たか三輪そうめんです。これはもろこしがすごいどこのお寺でした、薬師寺の塔とね、いろいろあるんです。これ難しいよね。もうちょっと僕のかっこいいイメージなんですけど、大和たけるなんですよ。これ大和たけるがマホロバと歌った歌でございます。まあそんな風にね、遊んでもらうのも結構楽しいかなと思います。まあもし対戦相手がいるなら、僕らもいつでもチャレンジし、対戦しますんで、ぜひよかったら言ってみてください。ということで、また明日お会いしましょう。我らが縁の業者の札まであるぞ。